まあ、吉田さん、人ってコミュニケーションで疲れるじゃないですか、誤解があったりとか。なんかね、1秒間に100メガぐらいしか人間の脳って処理できないらしいですよね。であとはね、上下差があるんですよ。そのすごくね、コミュニケーション能力が高い方っていうのは処理速度がすごく速くて、1秒間に1テラとかできるのかもしれないですよね。で、処理速度が遅い方もいらっしゃる。で、何言われたか分かんないとか、見たこともよく理解できないとかね、よく言いますよね。瞬間的にこう画面をパッとね、写真で撮ったみたいに捉えて、後からそれを思い出しながらいろいろと描写していくみたいなね。画家の人っていうのはそういうのが上手なのかもしれないですよね。一度見た風景を部屋の中でずっと描き続けて、で、うり二つみたいになっちゃうみたいなね。であとは、まあ、設計ですか。人生設計もそうですしね。将来どういうふうに人生が進んでいくのか、そのためにはどんな要素がいるのかってことをパッとね、瞬時にこう打ち出すことができて、そういう方っていうのはまずは自分の人生どうしたいかってゴールを設定して、逆算しながら今日という一日のタスクをこなしていくってことなんで、なんかその弓矢が当たってから放つみたいなね、感じになるみたいですね。なかなかそういうことはならないんですけどもね。例えば3年後にこうなってるだろうみたいなね、3年後に1億円ぐらい稼いでるだろうみたいなのがパッと浮かんで、そのためにはこれとこれとこれみたいにタスクが見えてくると、やることに対してなんかね、苦痛を感じないっていうかね。だってやったら将来こうなることが見えているから、そして一つ一つ千里の道を一歩ずつこなしていくと千里先にたどり着くみたいな、そんなことができるらしいですよね、うん。まあそのために使うものが YouTube だけっていうのがね、なかなか面白いなと思います。あ、さっきね、そういえばね、私の YouTube の YouTube 講座を見て、 YouTube の YouTube 講座を見て、チャンネル登録83人ぐらいの方が一気にね、300数十人になったみたいな実績をね、私のところに上げてくださって、感動しましたね。私もね、あ、そういうふうに私の動画見て、で、実際に取り組んで結果を出した方がいるんだと。速稼塾塾生何やっとんじゃんみたいなね。要するに一般公開動画やると、速稼塾塾生じゃない人が実績を上げてしまうんですよね。だからやっぱり限定公開したりとか販売したりとかした方が、意欲がある人だけにそれを取ってもらえるのかなと思いますし、まあでもね、意欲がある人が無料のだったら試してみようかなっていうところがまたいいところなんですけどね、うん。でもね、すでに有料でコンテンツ買った人って、無料のものが無価値だっていう風にね、先入観持っちゃってるのかもしれないですね。そんなことはないんですよ。全ての無料動画は有料にできるわけなんですよ。それはあなた次第っていうことですね、吉谷さんね。